こんにちは、信州稲谷の玉山木村です。数ある動画の中で、僕ら信州稲谷の玉子屋のページをご覧いただきましてありがとうございます。さて、今回訪れたのは僕ら信州稲谷の玉子屋さんのある伊那市を中央アルプスの下を通っている権兵衛トンネルを一つ越えた木曽谷、そうですね、ようこそ開田高原へと出ているんですけれど、もう何度も紹介させていただいている夏は緑いっぱいの開田高原からスタートをさせていただいています。開田高原は木曽町にある緑豊かで夏でも涼しい高原で、特に木曽馬の里としても知られ、そして美味しいお蕎麦が取れるところでも知られる場所です。ちょうどこの日は、もうツツジですね、満開でして、ただ、残念ながらいつもは雄大な御嶽山が見られるんですが、あいにくはこの日は曇り空でした。緑が新緑になり、白樺の白い幹ととても鮮やかなツツジが満開に咲き誇っていました。そうですね、この日はですね、休日だったんですけれど、ちょうど連休の後ということもあって誰もいなくてですね、車もほとんど、いつもは結構夏場の涼しい時期になると結構車が通るんですけれど、この日はほとんど通っていなくて、こうカメラで撮影しててもまばらに通るぐらいですね。それにしても見事な白樺ですね。実はこの白樺の木は長野県でも県木とされている綺麗な木です。そしてここの、そうですね、白樺を見ながら、ちょっとやっぱり曇りなんで雨がいつ落ちてきてもおかしくないなとは思ったんですけど、この日は運よく雨が降ってくることもなく、なんとか過ごすことができました。それではちょっと僕のおすすめの場所へ行ってみたいと思います。これが僕のお気に入りの場所の開田高原水生植物園というところで、この日はですね、国道の361号線沿いに植物園があるんですが、訪れた時は忘れな草と柿つばたが満開に咲いていました。そしてこの水生植物園の中は散策ができるようになっていて、この日も誰もいなくて貸し切り状態。この青いのが忘れな草って書いてありましたね。綺麗ですよね、可愛い花なんですよね。でその奥に咲いているのが紫色の柿つばた。綺麗に咲いていて、おっと向こうの方に見ると水車小屋があるんですね。道路を隔てて向こう側に行くと水車小屋があるんですけど、後で行ってみようかなと思ってます。でここを散策してみようかなと思って、子供が小さい頃は一緒に来たんですけれど、この日はそうですね、僕だけでしたね。こう貸し切り状態で植物がきれいに緑色に、そしてその中に紫色の柿つばたが満開に咲いているので本当にきれいです。この開田高原水生植物園の、道路を挟んでですね、向こう側の方に先ほど見えた水車小屋があるのですけれど、まあ、これ先ほどの白樺ですね。こちら僕の方住んでる稲谷の方はあまり白樺、まあ標高は高いとあるんですけれど、こんな低いところっていうか、麓の方で白樺が結構見られるので、開田高原の方がまだ標高がかなり高いのかなと思います。そして、気になっていた水車小屋、ディッコンバッタンといつもは音がするんですけど、そうですね、同じようにこちらの方でも柿つばたが咲いていて、ウキムサが植物園の続きなのかなとか思いながらこう散策をしてたら、お目当ての水車小屋が見えてきました。ただ残念ながらですね、この日は水が少なくてですね、いつもだとギゴギゴと音を鳴らしてはいたんですけれど、ちょっと水が少なかったせいでちょっと回ってなかったような感じだったので、ちょっと動かしてみようかなと思って動かしてみました。なんか
風情があって、もう水は下に一応流れてはいるんですけど、ちょっと力を入れると、まあ、動き始めるんですけど、またしばらくするとちょっと止まってしまう。実際になんか使ってるのかなとかって見てみたかったんですけれど、ちょっとどこから見たらいいのかわからなかったんです。それでもこうなんか風情があって、こう田舎の中にこう水車小屋がある。まあ長野県で水車小屋っていうと安曇野の大王わさび農場とかに、ね、水車小屋が並んでたりとかするところが有名ですが、実は平方面もこんな水車小屋が、これ動かなくなってしまったので、ちょっと押してみたりとかしてみたんですけれど、やっぱりしばらくすると、ね、水量が少ないので、まあ、もしかすると反対側に僕回してたのかなとか思ってるんですけど、そうですね、この水車小屋って、ね、蕎麦粉とか置いてこの水力を使ってですね、粉にしてみたりとかするようなんですが、そんな今回は、カイラ高原水生植物園、ちょっとこの植物園でのんびりした後は今回の一番の目的、この階段の、植物園のところから車で40分ほどの木曽町の市街地の方、そうですね、結構南の方ですね、ここは木曽町の福島宿で、木曽福島駅から歩いて15分ほどの場所にあるひっそりとした、街道沿いになるんですけれど、ここはやってるのかな、ちょっと人はあまりいなくて、そうですね、宿場町の方は人がいたんですけれど、こちらの方は外れたところで、でこちらの方に来た目的が福島宿ですね。木曽福島駅から、歩いて15分ほどの場所にあるひっそりとした田舎のパン屋さん、実はですねまだ映っていないんですが、このパン屋さん、僕が小さい時からパンコーナーに当たり前にあった、全国どこにでもあると思っていたんですが、実はなくてびっくりした、ご当地パンの牛乳パンの元祖とも言われるパン屋さんで、この金丸パン屋さんの牛乳パンを買ってきました。お店の中はちょっと申し訳ないなと思ったんで撮影はしてないんですけれど、撮影許可一応パンという音で撮らせていただく許可をいただいてから撮影しています。こちらのパン屋さんでは昭和2年からレトロな白地のビニール袋に紺色のデザインで、どっか懐かしい袋に入った牛乳パンと、そしてこちらの今見てもらっている三角の茶色いビニール袋に入った三角の形をしたコーヒー牛乳パンがあります。そんな牛乳パンですが、マツコの知らない世界でも取り上げられたらしく、当時かなり話題になったようです。こちらは先ほどの、スタンダードの方の白い方で牛乳パンになりますね。でこの牛乳パン、テレビで取り上げられたらかなり話題になったらしくて、ネットでも、そうですね、話題になったりとか、ホームページでもとか食べログとかでも取り上げられたようです。この牛乳パンを実際に食べてみようかなと。実は先ほどの植物園に行ったのはこのパンを食べるのにちょうどいいかなと思ってこの場所に来ました。こんな感じでふんわりしたパンでして、中には白いホワイトクリームが挟んであって、本当にちょっと触るだけでふわっと、こんな感じですね、ふわっとしたパンなんですけれど、これが牛乳パン。どうなんですかね、他のところ長野県のところに見ると、ああ牛乳パンだって懐かしい味がとか思い出したりとかするんですけれど、どうなんですかね、他のところではこの牛乳パンって見かけるんですか、ね、実際に食べてみると、このふわふわとした食感と真ん中のホワイトクリーム、ちょっとおいさんが50を過ぎたおいさんが取るのもどうかなと思いつつ、ちょっと代わりに食べてもらう人もいないので自分で食べたんですけど、ふんわりした食感と白いクリーム、こう飽きのこない味といったらなんですけど、優しい味、まあどちらかというと懐かしい味がする、そんなパンになりますね。そしてこちら茶色い方が、コーヒー牛乳パンです。こちらの方は形が三角でして、ちょっと袋を開けてみますね。外側は先ほどのふわふわとしたパンと同じなんですけど、真ん中にはコーヒークリームが入ってます。コーヒークリームなんですけれど、ちょっと苦みが強めというか、ただ優しい味は同じ牛乳パン、先ほどの牛乳パンと同じなんですけれど、こんなような形で三角になってます。これをですね、やっぱちぎる時も柔らかいです。で、先ほど
あの写真の方でもちらっと出てたんですけど、この日はですね、僕も予約してあの売り切れてたら、せっかく木曽福島まで、そうですね、僕ら玉子屋の方から1時間40分ぐらいかかるんですけれど、売り切れてしまっていたら、あ、がっかりだなと思って電話で問い合わせたら、あ、ありますよということだったんで、そうですね、あの職場のおばちゃんたちに食べてもらおうかなと思って、いくつか買ってきたんですけれど、あのそうするとですね、あの袋ですね、これマツコの知らない世界でちょっと取り上げられてたかもしれないですけど、金丸パン屋さん、うん、オリジナルのトートバッグ、トートバッグ、エコバッグもプレゼントでいただけまして、うん、その日はあの1000円以上お買い上げの方にって書いてあったので、またよかったら夏休みとか、あの休日の時に足を伸ばしていただけたらと思います。以上でした。